牛乳入ってるもの入ってないものがあって、はい、全然その時によって全然違うんですよ。これは牛乳入りますけど、外側は入れない。ドレパーね。
はい、パンもなんかやっぱりそのイタリアとなんかつながりみたいなあって、そうですね、やっぱパンもイタリアのちょっと教えて、少し教えてもらったりとかして、やっぱりそのピザとかからうちのパンはあの考えて、材料とか作り方もちょっとテイストが入ってるんですよ、ちょっと他のパン屋さんとは違う感じにはなってますね。じゃあもう本当に食べやすい感じに、そうですね、あのオリーブオイルだったり、まあ、材料塩とかバーとかとかこちらも含めてやっぱりいい材料を厳選してっていう感じで、ピザからこっちに流れてきた感じのものですね。揚げる形で揚げますね。今ちょっとカレーパンがあるんでその後行きます。やって大体何分ぐらい？大体4分から5分ぐらいですね。
れですから、他のパン屋さんに比べて結構珍しい。そうだね、商品が。あ、うん、感じが。そうですね、なんか変わってますね。新商品のコルネットトリタート、クロワッサンをこうなんていうんですか、プレスして、結構珍しい感じですね。食感がめっちゃ気になります、ね。食感がなんかこうクロワッサンのサクサク感がこうキュッとなって凝縮された感じですか。うん、サクサクだし、なんかしっとり感もあって、これも定番のカレーパンですね。揚げたてですよ。おお、ここからなんかもちもち感が、もちもちですね、生地が。見ても分かる。具もカレーの中身というかもめっちゃ多いカレーパン。もう香りがすごいですよ、マジで。外のカリカリと中のこうもっちり度とカレーがこう全部が、なんだろう、めっちゃバランスいいですね。じゃあ最後ですね、これはカリーノさんのロングセラー商品ハッチ。砂糖と乳製品不使用で、すごいこのもう弾力もちもちっすね。なんかあれですよね、なんか感覚がその、うん、なんていうんですか、結構狭いっていうか、その、あ、この中の、ね、しっかり詰まってる感じですよね。ですね、すごいですよ、このもちもち度が。いただきます。店長さんに聞いたら、揚げてオリーブオイル、焼いてオリーブオイルとかつけても美味しいらしい。これはなんだ、唯一無二の本当もちもち感ですね。